おはようございます。安水でございます。今日はですね、面倒くさがらずに RX02 をね、引っ張り出してきております。証拠としてはですね、はい、わかりますでしょうか。多分青い線が出てると思いますけれども、はい、そうですね、またムーンドックラブスのね、例の何て言いましたっけ、そのねアダプターをねくっつけてます。はいはい。今日はですね、RX02 で、ですね、 S シネトーンの設定でですね、撮っております。ただですね、RX02 も、それからね RX100M7 もそうなんですけど、残念ながらね、あのハックありますよね、 S シネトーンの、ガンマがねシネ4が入ってないんですよね。シネ1とねシネ2しか入ってないんですけれども、で今回ねシネ2でね撮ってます。でシネ4とのね、ガンマの特徴の違いっていうのは、暗部のですね、まあ、コントラスト感って言ったらいいのかな、シネ4はね結構強めに出るんですけど、このシネ2はね、どっちかっていうとねなだらかに、はい、なりますので、その辺のねちょっと違いはあると思います。ただね色味はねそんな変わんないと思うんですけどね、いかがですかね、どうかな。今日ね ND の64でね、どうですかね、ちょっと露出オーバーになってんのかな、あのこのね小さいモニターじゃね全然ね文字、僕老眼なんで、まあ、いつも言ったんですけどね見えないんですよね。だからちょっとね露出の方はどうかな、まあ、このカメラねもともと F4 で固定されてますので、どうでしょうかね、こういうちょっとギンギラしたとこ、ちょっと厳しいかな。わあすごいな、今日は大通公園すごいです。なんか子供たちがね、遊んでますね元気に。はい、今ねちょっとね露出ゼブラね、じゃなんとか見えてるんですけど、また雪のね太陽光の当たってるところはねぶっ飛んでますね。だから ND64 だけではね、正直ちょっとね足らんのだと思うんですよね。はい、ということでね、ここも元気にね子供たちが遊んでますけれども、はい、今日のね大通公園はねこんな感じでございます。はい、ここはねちょうど石山通りのねところになりますけれども、はい、今日もねなんとかね天気の方がね結構晴れてまして、本当にね気持ちいい感じでね、散歩ができてます。で、今日はね会社もね、休日、アルバイトね休日なので、まあゆっくりとね過ごせるかなと思ってますけれども、はい、どうですかね、このなんて言いましたっけこれ、いつも名前忘れるね、トーテンポールじゃねえし、はい、トーテンポールでいいのかな、いや違うよな、なんて言ったかな、色合いとかどうですかね、ちょっと逆光なんで色がね綺麗に出ないかもしれませんけれども、はい、でね、札幌資料館の方にね今向いて歩いてます。はい、それでですね実はですね、あのこのワイヤレス GO、 今日はねラベリアマイク、使ってません。ワイヤレス GO からね直接ね音声をちょっと拾ってるわけなんですけれども、どうでしょうかね、久しぶりにワイヤレス GO のね生の音を聞きました、聞いていただきましたけれども、
実はねワイヤレス号のねちょっと設置方法なんですけど、今からご紹介しますが、非常にねいい方法がね分かりましたので、はい、ちょっとね今からご紹介したいと思います。はい、ご覧いただけますでしょうか。今私のね胸にワイヤレス号がねしっかりと取り付いてると思うんですけど、なんかマジックテープかなんかでねついてるように見えるかもしれませんけど、マジックテープじゃないんですよね。いい固定方法ね、はい、教えてもらったと言いますかね、後で紹介しますけどね、ちょっとパクってます。はい、どうなってるのかって言いますとね、これちょっと外してみますね、ご覧いただけますでしょうか。ね、これがワイヤレス号ですけども、安全ピンですね、わかりますかね、はい、安全ピンをつけてこの、はい、間にこう、ね、ワイヤレス号を、ね、挟み込むという方法を、ね、使ってます。なかなか、ね、グッドアイデアだと思うんですけど、どうでしょうかね。そのねワイヤレス号の安全ピンでねつける方法なんですけど、これがねどこでね、分かったかっていうとね、クモさん TV、元パイロット機長ですねの方のね面白いねYouTuber さんがいらっしゃるんですよ。その方がね実際にねその映像の中をねちょっと確認してみましたら、はい、なんとなんとねワイヤレス号をね安全ピンでね止めてらっしゃるので、まあそこをねちょっとね僕ね真似してみたんですけれども、はい、でねこのクモさんっていう方なんですけど、もうめっちゃくちゃね面白いですから、飛行機にね興味のない方もね、ぜひね一度ご覧になっていただけるとね、もうキャラクターがねまあ、実にね面白い方なんですよね。はい、でリンク先ね貼っておきますので、ぜひね一度ねご覧になってね見ていただきたいと思いますね。はい、僕すっかりね最近ねハマってます。はい、また私の目の前にねハトさんがねいますね。ちょっとごめんね、ちょっと渡るよ。はい、ということでね、今ね札幌資料館のところまでね来ましたけれどもね、Sシネトン風の、はい、映像の方はねいかがだったでしょうかね。1インチセンサーのね RX02 でね、撮りましたけれども、色味やなんかねどうでしょうかね。はい、僕気に入ってるのがねやっぱこう白い色がね結構綺麗にね出るっていうのかな、そんなねイメージが強いんですけれどもね。はい、ということでね今日はワイヤレス号のね、新しいね、設置法といいますかね、それをねパクったんですけれども、はい、これ大変ね便利な方法だと思います。どんな服着てもねワイヤレス号ね取り付けられますからね、安全ピン1本ね用意しておけば、はい、まあ大体、まあ、革ジャンはちょっとね無理かもしれないですけど、まあ、普通のね布製の服って言いますかね、服でしたら簡単に取り付けられるんで便利かと思います。ということでね、今日は札幌資料館前からね、お別れしたいと思います。はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。